はい、このコーナーは、はい、こちらのあらゆるジャンルを極め尽くした神尾亮が、はい、あなたからの質問にドンと愛の数を入れてくれるというそういうコーナーで、はい、Q&A コーナーでございます。はい、はい、今回は、うん、佐々木亮さんっていうかな、トールさんかな、うん、19歳、お10代の方じゃないですか。すごい。男、おう、はい、専門学生、アフィリエイト、うん、投資家、すごいな。すごいね、19歳ですね。19歳ですよね、うんうん。はい、メッセージです、はい、いつも拝見させていただいております、はい、面白く勉強になることばかりでとても楽しみにしています、はい、神尾様は、うん、勝手ですが私にとってメンター師匠だと思っていて、ありがとうございます。神尾様が、神尾様ってちょっと俺なんかちょっとこそばよくなるけど神尾様が、うん、よくお話ししている神根持ち父さん貧乏父さんの本を読んで、アフィリエイトで月70万ほど稼げるようになりました。月70万稼いでんの？稼いでるんだよね。19歳ですごい。19歳で、すごいね。今度お寿司おごってください。のめり連れてってくださいちゅうか、金持ち父さん貧乏父さんの本読んで、うん、アフィリエイトで月70万ってちょっとおかしいよね。なんか、まあ、僕もでもそれ読んで月20万稼いだのが出発点ですからね。アフィリエイトで、うん、あ、うん、でもあの本別にアフィリエイトのねノウハウ分じゃないけどね、まあ、きっかけね、多分。なるほどね、きっかけね。きっかけ、きっかけ。それから本読んでからいろいろアフィリエイトの勉強してね。そうそうそう、オッケー、すごいじゃないの、うん、19歳月70万かね。これはちょっと怒ってもらう。うんうん、調子乗っていいですよ悪い先輩私がもっと子供の時に、うん、あ、テレビで神王様を見て、あ、俺もこの人のようになりたいと思っていましたよ。って、すごい、神尾様憧れの方です。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ということで、うん、本当にありがとうございます、はい、ね、僕が思い描いた未来がちょっと形になってきた感じですね。先にね、あ、神尾 TV を見て、そう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 、いつか会った時に、ちっちゃい、あ、神尾 TV で、はい、あ、ちっちゃい時に見て、見て神尾さんの長さのおかげでこうなりましたって言って、そうそうそう、なるほど、うん、それの先駆けですよ先駆け、佐々木さん、はい、はい、質問の内容いきましょう、はい。アフィリエイトで稼いでる資金を元手に、うん、2016年3月から株を始めた初心者です。すごいですね、まあ、自分で言うのなんですけど僕みたいな感じですね、感じになってます ね、 ですね。もう神尾路線じゃないですか。神尾路線ですね、うん、はいはいはい、いいですね、はい、株の本をすでに50冊ほど読み、今も人生勉強し続けています、はい、今は始めた時より元手を減らしている状態です、うんうんうん、目標は100億円稼ぐことですごいな常にその目標達成のための努力はしていますが、うんうん、結果が伴いません、はい、株で損をした時そのトレードでどんな点が正しく実行できていなかったかなど、失敗からの勉強もしています、うん、私はこのまま株の本で勉強を続けたり、うん、失敗から学び続けることが成功への道なのでしょうか。なるほど、はい、神尾様も株を初めて勝てるようになるまでに私のように不安になった時期もあったのでしょうか、はい、そしてもしよ、もしあったとしたらその時どのような気持ちで株を続けたのでしょうか、うん、ぜひよろしくお願いしますということで。なるほど、すごい19歳だな、うん、俺もっとバカだったよ本当にそうですね、僕も19歳の子なんて金持ち父さんは出ないんで、うん、普通の学生ですね、うんうん、いや俺全然普通の学生こんな文章書かれへん、あ、それは僕も書けなかったと思う、うんうん、な、うん、すごいな。おごって。おごってもらうツアーしましょうか。まあ、ちゃんとご質問のお答えしますと、まあ、結論から言いますと、はい、もちろん、このおっしゃっている通り、うん、このまま株の本で勉強を続けたり、うん、その失敗で学び続けることが成功への道なのでしょうかっていうのは、うん、もうその通りですね。お、成功への道であることは間違いありません、うん、なのでそれで全然いいです。ただし重要なことは、はい、成功への近道ではないってことですね、うん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 、これ実際に今までいろんなコラム書いてきたコラムとか、うん、まあ、いろんな雑誌のインタビューとか、うん、多分別のサブチャンネルで株女子でも言ってると思うんですけど、はい、特にね、株の本っていうのは特に大したこと書いてない本がほとんどなんですよ、うんうん、そうですね、95% はもうダメ、うん、むしろ読んだらダメ、悪影響があるぐらいの本も多いわけです。おつまり、うん、今この佐々木さんが、佐々木さんにとっては大事なのは本物のノウハウを勉強することが大事ということですね、うん、おーほーほー、なるほど。だから中途半端なノウハウとか偽物のノウハウを学んでも、偽物のノウハウを学んでも、うん、意味のない失敗とか、うん、やらなくてもいい周りに道をするだけなんですね。なるほど。なのできっと佐々木さんは今そんな状態だから不安なんだと思うんですよ、うん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 、
だからもちろんそれでも全然株の本を読んで、たとえそれが大したこと、仮に大したことない本だったとしても、うん、それを積み重ねて、自分の経験を落とし込んで、うん、共通点を探して、うん、試行錯誤して時間をかけて、うん、やがて本当の真実にたどり着くことはたどり着くと思います。はい、当然ね、うん。続ければ、うんうん。でも、そんなことをするくらいやったら、もう最初から、その真実をズバリ教えてくれる本物のノウハウとか、うん、本物の師匠から学ぶ方がいいってことです。なるほど、なるほど。うんうん、だからもちろん本物のノウハウを学んでも、それを完全に自分のものにするまでは失敗することもあるでしょうけども、うん、はい、それでもはるかに時間は短縮できる。なるほど。だから、これが成功の近道であるってことですね。うん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 、その意味でも、本物のノウハウやったら、うん、まあ、本物の師匠なら、高いお金を借り出したとしても学ぶべき価値はあるってことです。うん、そうですね、うん。だからまあ、宣伝になってしまいますけど、株とか投資とかトレードに言うなら、うん、やっぱり紙を折るような投資スクールはもちろんおすすめです。うん、まあ自分でやってるんでね。そうですね。間違いのないもの、うん、最高のものだと自信を持って、確信を持って言えますんで、うん、まあ一応動画説明欄を見てから見てもらって、見てもらうのがいいかなと思います。はい、まあ実際これ作るの2年半かかりましたし、紙容量は30億円稼ぐことができた。うん、まあ今ではもっと稼いでますけど、うん、そのノウハウを全て一切出し惜しみなく詰め込んでいるんで、うん、まあちょっと見てもらうのもいいかなと思います。なるほどね。はい、うん、だから今回のご質問、ちょっと株の勉強の、投資の勉強の話だったんで、うん、こういう話したんですけど、これはもちろん、どんな分野の勉強にも当てはまります。うん、中途半端のノウハウとか、偽物のノウハウから学ぶくらいやったら、その分野の本物の人から、うん、もしくは本物のノウハウから、本物のノウハウから学ぶ方がいいですね。うん、だから意味のない失敗とか、やらなくても今回り道をしなくて済む分だけ、うん、仮に多少最初お金はかか、高額なお金かかるとしても、うんうん、最終的にはやっぱりあなたの時間とかエネルギーが何倍も節約できるんで、そうですね。そっちの方が全然いいと思いますね。うんうん、だからもっと言えばあなたが手に入れた結果、ゴールを、イコールゴールを何倍も早く達成できるんで、うんうん、そういう意味では、本物のノウハウをちゃんと学ぶことが大事です。うん、だから投資で言ったら、そんな回り道しないでもっと早く稼げるようになるんで、うん、結局、早く稼げるようになった方が当然得なんで、そうですね、そっちの方が全然いいですね。うん、だから、そういうことですね。うん、だから、まあ、うん、アフィリエイトで70万いくんやったら、うん、まあ、それは本物のノウハウを学んでると思うんで、すでにね、うん。うん。まあ、次は、まあ、それを株の世界に応用したりだけですよね。そういうことです。うん、一回成功の土台ができてるんで、うん、あとはもうその、まあ、セルフイメージを持っても投資すればすぐいける、うん、なるほど、はい、うん、でもう一つだけ、佐々木さんの場合させていただくとすると、はい、今不安を感じているっていうことは、はい、この場合では単純に投資家トレーダーとしてのセルフイメージがまだまだ低いってことなんです。なるほど。なのでトレードノウハウやスキルを上げるのはもちろん今後やっていっていただきたいんですけども、うん、それだけ、それに加えてですね、トレーダーとしての、つまり投資家としてのセルフイメージの書き換えをしていくこと、うん、セルフイメージを上げていくことも、同時にやっていただくと、うん、相乗効果的にさらに成功の近道となると思います。なるほど、はい、うん、なので僕、質問にあったように僕は不安なんてないです。不安とかそういう、ね、悩みとかは感じたことがないです。感じたことがない、うん、うんうん、まあそれはなぜかっていうと、それは何をするにせよ、うん、その分野でまずセルフイメージをマックスの状態に上げてから取り組むんで、うん、不安とかはないです。なるほどね。これが例えばもちろん当然それでも失敗するわけですけど、うんうん、その時に失敗して不安、あ、うまくいかないのかなって不安に思うんじゃなくて、失敗したことによって、あ、一個成長できたなっていうふうに捉えられるんで、なるほどなるほど、不安になることはだからないっていうのはそういう意味ですね。うん、だからまず、実際に行動と勉強で行動するようにする、する前にセルフイメージを上げることによって、うん、そういう不安とかなくしてるんで、その辺も参考にしていただきながら、うん、もう一回繰り返しになりますけど、まずは、本物ノウハウを学んでもらう、うん、そこで投資の本物投資のスキルとかトレードノウハウを、うん、しっかり身につけてもらう、うん、それに並行して同時に投資家としてのセルフイメージもちゃんとガンガンに上げていくこともしていくと、うん、もう成功への近道しかないんで。なるほどね。しかもまだ若いから柔軟に吸収できると思うんで、もう成功は見えてますね。ね。その辺も希望を持っていただいて、大きな夢を持っていただいて、はい、あ、でも大事なのは真剣になりすぎずに遊び心も忘れずに、うん、もちろん19歳なんでまだまだ人生も楽しむことも忘れずに、うん、ちゃんと青春しながら、はい、しかも一方でちゃんと稼ぐってことをやっていただいたら、うん、もう素晴らしい人生が待ってるんじゃないかと思います。ね、はい、はい、うん。何の専門学校行ってるんやろね。あ、そっか、専門学生なんですよね。専門学生言ってましたよ。専門学生のにアフィリエイトでも稼げるの、うん、ちょっと怒ってください。はい、怒ってください。お寿司怒ってください。お寿司。焼肉でもいいです。
はい、視聴者にたかる。なるほど、新しいスタートでしょ。視聴者ファウンディングとかじゃなくて、もうあの佐々木さんおごってくださ い, いダイレクトダイレクトあ、それでは、はい、今回も役立ったでしょうか、はい、こちらのね、いろんな分野のジャンルの待ってますよ。私も待ってます。もっと重いやつとか、うん、もっとこうなんかピンクのやつとか、うん、いろいろ恋愛とかね、恋愛とか ね, とかね、こう誰にも相談できないこととか、うん、ね、はい、待ってますよ。はい、はい、今回も見ていただいてそれでありがとうございました。この神尾 TV では語れない神尾寮が30億円以上稼いだもっと深い秘密をメルマガで公開しています。株や FX、 ビジネス、自己啓発や潜在意識など全てのノウハウです。もちろん完全に無料ですので、ぜひあなたも今すぐ神尾寮オフィシャルメルマガにご登録ください。また Facebook や Twitter もやっています。動画の下にある説明欄からぜひフォローしてください。